セイバーに賛成だ。こっちから打って出るのは気が進まないが、それも相手による。竜道寺のマスターがどんな奴か確かめるためにも、すぐに竜道寺に行くべきだ。では出陣ですね、シロ。あなたが積極的になってくれたのは喜ばしい。そう。あなたがそう決めたのなら、私に言うことはないけど、せいぜい気をつけることね。登坂？先に休むわ。私、勝算のない戦いに興味はないから。明日になってあなたが帰ってこなかったら、協力者のヨシミで骨ぐらい拾いに行ってあげる。なんだあいつ、縁起でもないこと言いやがって。今のはリンナリの忠告でしょう。竜道寺には外敵への備えがあるはずです。私たちは敵の罠をくぐり抜け、上司たるマスターを倒さねばならないのですから。うん、いや、それはそうだけど。マスター、時期0時ですが。ああ、町も眠りについた。出向くにはいい頃合いだ。セイバー、竜道寺に行くのはあくまで様子見だ。マスターがどんな奴なのか、そのサーヴァントがどのクラスなのかを確認できればいい。こっちから仕掛ける必要はないからな。わかりました。ですが敵が戦いを望み、シロウの身に危険が及ぶと判断した時はその限りではありません。敵地に赴く以上、どちらかの死は覚悟してほしい。サーヴァントの気配、感知できるか？はい。正確には把握できませんが、確かにサーヴァントの気配がします。良くない風です。シロ、片時も私のそばを離れないように。止まって。敵か、セイバー。はい。ですがサーヴァントではありません。気配が微弱すぎる。おそらく監視役の使い魔でしょう。
無視しても構わないのですが、しかし。セイバー、なんか引っかかるものがあるのか。わかりません。この王冠が監視の使い魔のものなのか、この山門を守る者の気配なのか。門番らしき者はいたようなのですが、今は不在のようです。認めたくはないのですが、私はそれを幸運と思っている。この門を守る者と対峙しなくてよかったと。門の番人がいたってことか。けど今はいない。はい、私たちがやってきたことはすでに知られています。その上で門番を下げた意味は二つ。シローはどちらだと思いますか。間違いなく罠だと思う。そういえばここから中の様子はわかるか。いいえ、サーヴァントの気配がするという情報しかつかめない。そうか、結局中に入るまで何もわからないみたいだな。行こう。何を仕掛けてくるにしろ、相手の顔を見ないことには始まらない。シロ、強制転移。バカな、この時代において転移魔術だと。そうか、キャスター。まずい、下がれ、サイバー。なんか、体が消えてるぞ。違います、シロ、転移を受けているのはあなたの方だ。早く私の手を。シロ、手を伸ばして。そのままでは中に引き込まれ。不覚を取りましたね、セイバー。魔術に対する強力なレジストがあだになった。あなたがそこまで強力でなければ彼を守りきれたのよ。貴様、サーヴァント。あら、竜を釣ろうと思ったのに、網にかかったのは雑魚だけなんて。アエロ。Thank you.
バカな子、そんな紙くずみたいな魔術抵抗で私の神殿にやってくるなんて、セイバーもマスターに恵まれなかったよね。セイバーが気になる？安心なさい、彼女は私がもらってあげる。バーサーカーを倒すには彼女の宝具が必要ですからね。あなたはここで死に絶えるけれど、彼女は私の奴隷として生き続けるわ。さようなら坊や。そんな低能では奴隷にする価値もないけど、あなたの霊樹は私が有効に使ってあげる。傷も癒えていないというのにナンバショットか。シロウはまだマスターになったばっかりなんだから、もうちょっと自分を鍛えなくっちゃダメでしょう。そうよ、私にやられるならしょうがないけど、あんなメギツネにやられちゃうなんてかっこ悪いんだから、早く直前の選択肢に戻って今夜はおとなしくしてなさい。そうそう、次はよく考えて行動すること。さて、些細な選択ミスですかとデッドエンドを迎えるみんなの味方、タイガー道場も今回で3回目。みんなもそろそろこの道場に慣れてきたと思いますが。思いますか？何よタイガー、思わせぶりなこと言って、何か思うところがあるの？ある。というか、みんなもそろそろ気になってる頃だと思うんだけど。思うんだけど？じゃあ言うけど。正直、ブルマは直球すぎではないだろうか。え？だって道場でしょここ。運動するんだから体操服に着替えてるだけだけど。なるほど、そういう理由でしたか。一応筋は通ってるわね。私の数少ない見せ場を奪おうという悪魔っ子の策略かと思っちゃった。考えすぎよタイガー。そもそもあなたと私とじゃ格が違うもの。わざわざ勝負服に着替えて戦うまでもないわ。そうだよね、私とイリアちゃんとじゃ扱いが違うし、争うまでもなかったわ。よかったよかった、私たちは永遠のマブダチだよ。体操服は元気の証だし、イリアちゃんにはその格好を許可しましょう。当然よ。ま、メイド服やスクール水着でないだけ感謝してよね。本当なら私は毎回違う格好で登場する予定だったんだから。げっ、あからさまに違うこの扱い。で、悔しくないもんね。所詮ボツになったんだから私と扱い同じだもんね。けどミニマも気になる。他にはどんな服を着る予定だったのかな。学ランとか鎌倉とか成長バージョンとか雪だるまとかエプロンとか着物とかジャーマンな国の商工軍服とか、なんと40種ものバリエーションだったのでした。
もうよろしい。その恵まれた愛情が憎すぎる。けど昇降服はちょっと見たかったので残念です。だよね。大人のくせに一度切った使用書をなしにするのは良くないと思うわ。まったくもって、私のシナリオを削るなんて何を考えているのか。上層部は勝つ気があるのか。勝つ気が、あんたのシナリオなんて最初からないわよ。何を、狼藉者、そこに直れ。ま、楽にな。行っちゃった。タイガも伸びちゃったし、私もそろそろ戻ろうかな。スタンプ押してって。